つも YouTube を見ていただいてありがとうございます。しごまかすなら優雅な動き方からというところですね。滑らかな動きをするためにはじゃあどうしましょうか。斜めの動きをしましょうというところで、体全体が動きやすいような、体操とマッサージを今週はしてきております。さて皆さんは物が床に落ちちゃった時どうされますか。これ拾いに行く時にこうやって拾うと腰痛いですよね。でよっこいしょって行ったりするともう膝にきますよね。ちょっと怖いなって思いますよね。すぐしゃがんで取るとかっていうところも。この時に、優雅に取れるにはどうしたらいいかっていうのは実は、年ごまかすなら階段の上り下りの仕方でもやったんですけれども、お尻を使った動作っていうのがとても大事になります。落としたなって思った時には正面じゃなくって一歩前へ出たところからで膝を軽く両方曲げてお尻で曲げて、お尻の力が加わって動きとしてはこういう動きですね。斜めの動きです。テニスの方がっていう感じです。この状態で下から取っていきます。で揃えますっていう形ですね。ですからこの動作が滑らかにできるようになるためにはやっぱりお尻のトレーニングが必要です。先日も行いましたけれどもランジングスクワットのお尻バージョンですね。軽く膝も曲げた状態から持ってきます。でこの時にお尻を曲げたところからお尻で上げます。曲げたところからお尻で曲げたところからお尻で体をこっちに持ってくると開いた状態で体が起き上がります。ここからしゃがんでいく時には一緒にこう曲げていく感じですね。それでその時に膝じゃなくてお尻のところを中心に考えてと滑らかな動きができます。反対側もですね、一歩出したところからお尻ですね。お尻でこうこっちからこう斜めに、ここからこう斜めにでこっちのお尻の力ですね。を上手に使って下から物を取り上げてくるという動作になります。ですから前に参りましたここのお尻の力です。お尻をこう持ち上げてくる力ですね。膝をこれ以上曲げる必要はありません。後ろを持ち上げてくる力、ここを上手に使って下からのものを取るという動作をしていただくと腰も痛くないですし膝も痛くなくて取り上げることができます。これがお尻を使うっていう動作を癖になってくるとどんな状態でこう曲げてきても体の下に床の方に物が落ちているところを拾うときもお尻で曲げるっていうことができますので、まずはお尻で活動するっていうところは考えてもらえたらいいかなと思います。前にもやりました、こう持ってきてこう持ち上げるっていうお尻の体操ですね。こちらも続けてやっていただけたらというふうに思います。今日は床から物を拾う、滑らかに動いてみましょうというのをやってみました。今日見ていただいてありがとうございます。